誇りの報酬。1985年10月13日から日本テレビ系列日曜夜9時に放送されていた中村雅俊と根津甚八主演の刑事ドラマ、警視庁捜査一課の2人の刑事が都内の事件、他県に向かい捜査をする。妹と同居生活をする芹沢刑事と、小学生の息子と2人暮らしの萩原刑事の2人がホットにクールに事件を解決する。危ないデカ。1986年10月5日から日本テレビ系列日曜夜9時に放送されていた舘ひろしと柴田恭兵主演の刑事ドラマ、神奈川県警港警察署捜査課の刑事コンビ高山俊樹、通称タカと大下裕二、通称裕二の2人が軽いジョークを交わしながらハードな犯罪に立ち向かう。呆れたデカ。1987年10月21日から日本テレビ系列水曜夜8時に放送されていた時藤三郎と長嶋俊之主演の刑事ドラマ、警視庁が極秘裏に設置した特殊強行犯捜査課の潜入捜査官の内海典道と裏社会と関わる謎の男黒木達夫がコンビを組み難事件に挑む。ベイシティコップ。1987年10月7日からテレビ朝日系列水曜夜9時に放送されていた藤達也と世良政則主演の刑事ドラマ、横浜にある港町署に設置された捜査課の左遷部署別動班のメンバーの小池雅樹と星野秀夫の2人が派手な銃撃戦を繰り広げた。特徴、誇りの報酬、芹沢、やや軽い、萩原、物静か、危ないデカ、タカ、ダンディ、ユージ、セクシー、呆れたデカ、うつみ、軽い、黒木、クール、ベイシティコップ、小池、熱血、星野、熱血。勤務所、誇りの報酬、警視庁捜査一課、危ないデカ、神奈川県警港署、呆れたデカ、警視庁の特殊セクション、特殊強行犯捜査課、ベイシティコップ、神奈川県警港町署別動班。上司、誇りの報酬、田沼明捜査一課長、危ないデカ、近藤拓三捜査課長、呆れたデカ、藤田明特殊強行犯捜査課課長、川口玲子特殊強行犯捜査課課長、ベイシティコップ山崎末彦別同班班長。こう一点、誇りの報酬、真山幸子。真山幸子は捜査一課長秘書、第214話で恋人を射殺した犯人が逮捕されたことを機に退職。第25話から登場した結城緑は芹沢たちと共に捜査活動に当たる。危ないデカ、真山薫、港署少年課の刑事、通称薫。当初は普通のお姉さん刑事でタカとユージをサポートする存在だったが、回を追うごとにキャラが崩壊して衣装が派手になり、手に負えないコミカルなキャラに変わった。呆れたデカ、朝倉緑、ダコタハウスの住人、ボーイッシュで男勝りの気の強い性格、バイクに乗る、うつみの捜査に協力する。ベイシティコップ河合あゆみ、少年課の出身、運動神経抜群、女性特有の洞察力で事件に当たり小池と星野をサポートする。生体模写が得意。使用銃、誇りの報酬、芹沢、コルト、ローマン、2インチモデル、萩原、S&W、M219、6.5 インチモデル、危ないデカ、タカ、S&W、M586、4インチ、S&W、M49 ボディーガード、ユージ、コルト、ローマン MK3 2インチ、呆れたデカ、うつみ、ブローニング M1910、黒木、他人の銃を使い回す。
ベイシティコップ小池 S&WM29 センチネルアームズカスタム愛称ジョン星野コルト M1911 ゴールドカップナショナルマッチコンバットカスタム愛称マギー。使用者誇りの報酬 C32 ローレル R31 スカイライン危ないデカ日産レパード呆れたデカ日産エクサ日産テラノベイシティコップ Y31 セドリックフェアレディ Z300ZR ベストアクション誇りの報酬女を追うなら徹底的にの息の合った銃撃戦危ないデカ不覚の長崎造船所での銃撃戦呆れたデカ右往左往で逃がしやドライバーになった内海のカーアクションベイシティコップ横浜に消えた女の火炎放射器を持つ犯人との対決強敵誇りの報酬9回裏に四万塁安岡刑事萩原の所轄署時代の同僚萩原を恨んでいる危ないデカ恐怖兵藤明高と有事に撃たれても不死身だった男呆れたデカ正体暴露宮坂四郎病院内で内海らと銃撃戦とことん逃げまくったベイシティコップ二人が走れば死体が上がる川口狙った相手を天井に吊るし上げ殺す殺し屋危機誇りの報酬芹沢が撃たれ瀕死の危機危ないデカ有事が撃たれ瀕死の状態で3人組の強盗犯と対立呆れたデカ偽札組織に狙われ地下水路に追い込まれる黒木ベイシティコップ殺し屋に次々に狙われる星野と小池エンディング誇りの報酬中村雅俊日付変更戦思い出のクリフサイドホテル危ないデカ舘ひろし冷たい太陽呆れたデカ時藤三郎キャリーオンベイシティコップ世良政則ハートイズゴールド